後半に差し掛かったホークスの宮崎キャンプ。 WBC の日本代表に選出されている甲斐、近藤、周東の3人は今日が最後のため練習前に挨拶をしました。少しでも成長できるように頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。3人はバッティングなどで汗を流すと午前中で練習を終了。明日から同じ宮崎でスタートする侍ジャパンの合宿に参加します。午後から行われた今日の紅白戦には坂東が登板しました。最初のバッターから空振り三振を奪うと、気温11度と冷え込む中、制球を乱すことなくアウトを重ねていきます。打者7人に対し許したヒットは1本、無失点で登板を終えました。その後カメラの前で開幕ローテーション入りへ強い決意を述べました。もうそこしか見てないというか、それは絶対取るっていう気持ちでやってるので、自分が投げるんだっていうつもりでもやってるので、まあ、結果どうなるのであれ、もう自分はやることも変わらないので、もうやるしかないなと思ってます。そして今日は B 組の選手が揃ってアピール。昨シーズンプロ初登板を経験した期待の3年目田上は、柳田から三振を奪うなど2イニングを無失点に抑えます。いつ呼ばれてもいいようにちゃんと B で、まあ、準備してて、まあ、やっと A 組の紅白で投げれたんで嬉しかったです。楽天から育成契約で加入した渡辺優樹はわずか4球で三者凡退に打ち取ると、佐賀の有田工業出身でこちらも新加入の古川は、前回の紅白戦でホームランを放ったリチャードを三振に仕留めました。また野手では今日から A 組に昇格した2人が紅白戦に初出場。まずは上林、しかし快音は聞かれず2打席ノーヒット。野村大樹も積極的に振りに行きますが、ヒットとはならず、明日以降でアピールできるか注目です。一方、心配なニュースもあります。開幕投手への期待もあった和田投手ですが、今日から全体練習を外れ別メニューでの調整となりました。左太もも裏の張りと見られていて、取材に応じた藤本監督は開幕投手はなくなったと話しました。